では、本日も、始まりました、第4回目の鹿児島うずチャンネルということになります。引き続き、鮫島全然ヘッドコーチに、話をお伺いできたらなと思っております。全然全ですね。あ、そうか、間に一人鮫島が挟まったんで。あ、そうですよね。で、本日もよろしくお願いいたします。では今回のタイトルですね、上位チームになりそうなチーム B リーグ B3 リーグどうなのというところをですね、お話をお伺いしていきたいなと思ってます。お願いします。一応資料を準備しましたんで出してもらっていいですかね。はい、あのアニメーションかけていただいて。ここにですね、サメ G 的 B3 リーグの見方、ちなみにあの右の方にいるのが鹿児島県バスケット協会のワイルドレイガー、これ普通のバージョンなんですけど、今日 T シャツなので、はい、その T シャツバックプリントもね、レア物で選手とスタッフだけなんですけど、ちょっと見えないか、見えないかな。はい、また、はい、私の独断と偏見ということでよろしくございますか。はい、お願いします。では次お願いします。まずですね、キーワードいくつか挙げますが、進化力ですね。あの18チームになってどこも強くなってますね。選手よく集めてますね。まあ、お金どれくらいかけてるかがちょっと不安になるぐらいの。だから今選手の能力をいいでしょうか。はい、比較してもあまり意味がない。つまり進化するにはやっぱりヘッドコーチですよね。うん、あとも含めて、まあ、大事だと思います。そしてあと選手がお互いにケミストリー、これヘッドコーチともそうでしょう、お互いもそうだし、それを呼び込めるような、ただ身体能力があるとかそうじゃなくて、チームとしてチームを進化させる力のあるチームがこれから伸びていくと思うんですよ。うん、1番目のキーワードは進化力で、ヘッドコーチについて言うとですね、やっぱりこれすごい人来たなと思ったのが横浜のペップヘッドコーチ。最初ペップ、BJ リーグ時代からの秋田にいて、いろんなところでいいチーム作ってます。ディフェンス力作ることが素晴らしいし、何よりもですね、湘南戦2連戦直近の試合があったんですが、2試合ずっと負けてたんですよ。うん、ところが何も動ぜず、きちっとゲームプラン通りあり、最終的には選手がそれも勝利につなげたと。うん、以前はバーレアタのバジャガチームをやってらっしゃったみたいですが、私も直接お会いしたことないですけど、うん、人間性から揺るがないタイプから、ここはですね、横浜エクセレンスは確かに選手の能力もすごいけれども、うん、エクセレンスのコーチ力ですね、うん、これからのうちにずっと上がっていくんじゃないかとか、湘南戦の第2戦見てそう思いましたね。うん、で相手チームをこうどうこう言うわけじゃないですが、やっぱり役者が違った感じがありましたね、ヘッドコーチの。うん、次に注目しているコーチ、ちょっと先に言っちゃいましたけど、そうですね、福井の伊佐コーチ彼は琉球にいて渋谷にいて、やっぱきっちり作っていくタイプですね。うん、だからここはコーチ、もちろん他のコーチも立派ですよ。それからこの二刀流は今2人いますね。うん、岐阜の杉本さん、うん、で山口の鮫島、勝人、うん、この彼らが決して今チームとして上位にいる戦力ではないんですが、どう作っていくか。うん、であともう名前をこう出すともうキリがないんですけれども、いろんなところにいろんなコーチがいますね。進化力、うん、ヘッドコーチと選手とのケミストリーが起こるかどうか、まず注目してもらうと面白いと思いますね。はい、どうぞ。ということで戦力下馬評をもう全部出してください。うん、下も上げてください。どうぞ。横浜、福井、今横浜出ましたよね。うん、それからもうオーナーもご存知だと思いますが、福井、香川、うん、それから徳島、うん、ユナイテッド、埼玉、この辺りもどれはもうこの3つに分けましたけど、これ線は引けないぐらいで、ただやっぱ戦力が充実してるなと思うのは横浜、福井、香川、鹿児島、あと個別のことは少しずつ申し上げます。うん、で東京、Z、岡山、岐阜、中央地、これもう便宜的に分けたわけで、うん、山口今ちょっと苦しい状態で最下位ですけど、うん、この僅差で品川も去年の品川じゃないですね。うん、佐野ヘッドコーチが見事に少しずつ教育して、湘南だって昨日食らいついたわけですね、結果的に横浜に。うんうん、そこが上がってきてもおかしくないんですよ。うんうん、それが進化力で、打破可能な下克上リーグっていうのが2つ目の見方だと思うんですね。うんうんうん、一つ一つのチームについて言うと、横浜は先ほどお話ししました、選手も素晴らしいし、なんといってもペップヘッドコーチがすごいと。うん、それから福井についてはガード、伊佐ヘッドコーチの下で、トレイ・ボイド君かな、ゲットポイントガードの一番、うんうん、このコーチとのヘッドラインが出てると他の選手も実に素晴らしいんで、やっぱ強いでしょ。うん、香川は B2 から B2 からって言い方よくしますけど、現在その B2、B3 の戦力差って私はないと思ってます。うんうんうん、いろんな状況があるだけで、うん、B2 から来たとかは白でも何でもないんですが、なんといっても香川です。私個人的に好きなポイントガードの山本エドワーズさんですね。うん、彼時代から見てるんですけど、実に安定した
リードをする子であり、それからやっぱり外国人が充実してますよね、うん、日本国籍の外国人も含めて、うん、たくさん、アジア系もいるし、その中でもあの25番のガマ選手、ムッサガマ、うん、あの彼を中心に外国籍が充実している、ここがやっぱり強さではないかなと思うんですね、うんうんうん、横島はさっきあの1人抜かしてました、5番のケム、うんうん、何がすごいかというとですね、あのシュート練習見てるんですよ、試合前とかに、うんうん、あのこの前いつ見たな、そうだ、あの国体チームと練習した時の、うん、もうそれだけで分かりますね、彼の性格、シュートに対するプロ意識、うん、技チーム、うん、あのこの子も含めて鹿児島の外国は、あと中身の外国籍 B 組さえ来ればあの番組だと思ってますね、うん、それから、うん、徳島には点取り屋の4番のトーソー選手、パワーフォワード、ただガードが若干弱いかなという気がしますね、うん、というような感じですね。東京ユナイテッドはさっき言った30番マイケル・プレイルですね、うん、あのご覧になったでしょう、あのエネルギッシュな点数の取り方なかったですね、はいはいはい、そしてチームとしてもそうだし、ここも、まあ、外国の席の力ですね。それから埼玉はなんといってもあのクリークマン選手 2m5 ですかね、キカ選手がいて最初から出せる強みがありますよね、うん、であのこれはポイントガード の, あの外国の子 JJ っていうんですけど、何番かなから22番の子もいるんですが、ブロンコスですよね、うん、馬ですね、馬が行きましたね、うん、浜田アルマ、うんうん、だからこのアルマがどこまで伸びて、うんうん、暴れ馬になってくれると個人的には期待してますね、うん、だからこのチームが、まあ、一般的な下馬評ですよ、うん、では戦力が充実するんじゃないかと言いますけど、だけどももうすでに今年の潰し合いが始まってますよね、うん、だからここのリーグは下克上リーグだと、そういう意味で思ってますね、うん、まあ、そういった面で言うと山口が今のなんかのチームトラブルで外国籍がオンコート1でやってる、うん、今週末2になるかどうか分かりませんけど、うん、ここが一番苦労してるのはそこですね。そうなんだ。外国籍がいないっていうのは自分2シーズン本当に、うん、1シーズン1ヶ月はいなかったです、1人も、うん、ちょっとだけ、うん、レブラになった2期目ですね、うん、それで一生懸命勉強してゲームを組み立てていきますね、うん、であのオーナーが見えてからのシーズンも、うん、ピッチングが遅れて、うん、シーナーしかいなかった、うん、そこで第一高校のアリ・ニスケットを頼み、うん、で途中からあの今品川にいる D、うん、とディクソンが入ってきて、うん、まあ、それにしても外国籍のところで悩み、うん、さあこれで、D という D ですね、あのノースカラーの出身のビッグマンが来るかなと思って矢先にコーチが次の3連勝に勝ったので、うんうん、あれから5連勝しましたよね、うんうん、全く同じ現象が今の山口なんですよ、うんうんうん、そんなところまであの真似しなくていい DMA なんですけどねだから苦しいけれども今が勉強のチャンスだと思ってるのが最下位の山口ですね。これは決してその身内との関係なしに聞いてくださいよって、うん、どこも外国籍が充実してるんで、うん、まあ、あとねあるファクターができます、この新火力、うん、一番目と被った下克上リーグを楽しんでもらえるなっていうのが、まあ、自分の考えですね。確かにね、いい、あの上位陣もすごく接戦ですよね。そうです、 VS 岐阜も本当ずっと岐阜がリードしてましたもんね。だからここはやっぱりですね、揺るがないオーナーの長い目と、でもしかして何かトラブルがあればバッサリの、こういう、まあ、GM なのかオーナーなのか分かりませんけども、この見る目がずっと目離せないと思いますよ、本気は、うん、いう気がします。まあ、いろんな人の意見を聞くのはいいんですが、やっぱりご自身の中にあるこの軸を貫くことですよね。選手は選手の立場でいろんなことを言いますから、うん、そして GM 力が出てくるかもしれませんね、うん、次よろしいですか。はい、はい、お願いします。これです、うん、でここで止めてもらっていいですか。外国籍を脅かす日本人選手は誰だつまり子として光を放つ選手ですね、うん、出てきますよ、うん、ただそのコロナ持つ仕事の中で得点力なのか、さっき言ったインサイドでなんとか体を張ってこぼれ球を拾う子なのか、うん、光る選手を探してほしい、うん、進化力と相まりま相関関係がありますよね。こういう楽しみ方があると思うんですよ、うん、必ず出てきます、若手、ベテラン、得点力、そしてできることなら試合ごとにこのスポットをいろんな選手に当てるチームが素晴らしい。これ自分のポリティもあるんですけど、うん、日替わりのヒーローが出てくるチームが高知力だと思うんですよ、うん、そしてお願いします。これですね、どうぞ。選手チームに貢献するところで生きる選手、スタッツに出ない、うん、こういうのがですね本当に素晴らしいんじゃないか。この人のテロップありましたかね。このページは、うん、戻してください。ここまででした。こういう見方でいくとこれがチームの強さにもつながるし、全てこの 1,2,3 は連動してると思うんですよ、うんうんうん、出したいですよね。ここにさっき のケンタ君もそうですね、どこから彼がビッグマンとしての仕事を発揮してくれるのか、光を放って、こんな楽しみ
いいと思いません？うん、オーナー目線なんですね、うん、いいですね、思います、うん、何かここまででご質問とか、うん、でも確かに個としてね光を放つ選手、非常にまあショータイムに向けても重要ですよね。あ、そうですね、うん、それ光だったら最高ですよね。最高ですね、うん、だから決して惑わされていけないのは数字にこだわる選手、うん、打ってほしいだけに打たずに確率だけでいます、うん、自分のできないことはしない、うん、そこに騙されないことですね、うんうん、2つは正直なんですが、逆にその中にあるものを見抜くのが人の力なんで、うん、こういうところをよく見られていくとこだと思いますよね、うん、確かにね。シューターは入らなくても打つのが仕事、その屈辱あるいは何かの気持ちと戦うからシューターなんですね。自分の数字だけを追う選手はできればレムライズにはいてほしくない、いないと思います。これ2番のチームに貢献する選手っていうのはどういうところを見て貢献してるのが分かるもんなんですか？オンコート、オフコート、オフコートもあると思うんですよ実際は、うん、さっき言ったティムのシュートの練習の姿だっていうのは背中で教えてますから、うんうんうん、息づくことができる。それからリーダーシップ、うん、ですね。オンコートであるとやっぱりボールを追っかけていく、エクスキューズをしない、コーチの言うことを的確に処理する、うん、さっき言ったインサイドの体を張ったボールのダッシュ、これがダメだと思っても飛び込んでいく力、つまりやっぱりコーチのフロソフィーをちゃんと理解して表に見えない裏で頑張る選手、ここの技術と気持ちを探すのも完全の楽しみじゃないかと思ってるんですね。まあだから数字っていうのはリバウンド、スチール、得点、いろいろ出ますよね。だけどまあこの技あり1本とかここでこれを掴んだおーっていう意外な展開をするポイントガードのリードもありますよね、うん、まあ、つまりそこを探していくのが楽しみじゃないか。 OK、 じゃあ次よろしいですか。これが3つのキーワードで、どうぞマニアックのプラスアルファポイント言っていいですか、うん、です SDGs、 持続可能な、お金をかけて一過性の強さを作ることができますよね、うん、だけども例えばコーチ力、選手の組み合わせ、コスパはもちろん経営者としては良い方がいいですよね、うんうん、こういう見方でマニアックに見る目もあるなという裏バージョンの観戦の仕方だと思ってますね、はい、ここはやっぱりそのチームとしてのあり方が出てくるので、いろいろ例えば次の世代のチームにセカンドチームがあるとすれば、少しお金を投入するという、かつて井出口先生とか長吉さんとお話しした時のことを覚えていらっしゃいますかね。守備一貫した一気通貫のトップチームからのこの体制がある、うんうんうん、体制に対していかに資金を投入することができるか、うんうん、トップチームの100分の1のお金でもそこはいいわけですね、将来のことを考えれば、うん、だからコスパっていうのは安いんだなんでこんな選手が取れたよってこともそうですけども、もうやっぱり経営のためには削減することは削減した方がいいんですが、削減ってマイナスイメージじゃないですか、うん、どこに重きを置くかってことが、これこそオーナーか GM か分かりませんけれども、そのチームの色が出ますよね、うん、ちなみにかつてのレブナイズは本当にどん底にあえいでましたんで、信じられないぐらいのものでお客さんにいかに試合を見せるかというところがポイントだったんで、うんうん、強さというところではなかなか厳しかったんですよね、うん、で今両方できるわけなんで、これは裏の感染ポイントだと思っています。はい、オーナーの腕の見せ所じゃないですかね、次に対する交渉を続いて、うん、そんな気がします。はい、ちょっとマニアック、サベジー、ミスリー予想、そっか、ミスリーね、本当に全勝チームがなくなって、うん、うん、分かんないですね、予想ね。まあね、下克上リーグですよこれですね。どうぞ、どうした2番目ですね、下克上リーグ、私間違ってました、これでいいんですね、これを楽しむ、だから予想つかないですよね、うん、だからオーナーとしてはどうすることなく、でも正すべきところは正してっていう、やっぱチーム全体のその組織の勝負にもなってくるような気がするんですよ。確かにね、確かにね、まあ、あとは観客数ですね、非常に今シーズンのユナイテッド1万人でしたね、うん、すごかった、うん、この雰囲気に飲まれてしまったっていうことは絶対言っちゃいけない言葉で、そんなのは当たり前のことですから、うん、でも2日間とも4クォーターが盛り上がっちゃいましたよね、盛り上げさせちゃいましたよね。いや、もうそれをしのいだのはさっき言ったカレーの力なんで、これが普通ですから、うん、
あでもやっぱり観客ぶつけるって大きいですよね。すごかったですよ、僕会場にいましたけど、盛り上がっちゃいましたね。4クォーターすごかったですよ。盛り上げさせちゃったねと。まあ、でもすいません、これ何度目ですか、それを冷静にしろが彼らを褒めてやってください。そうですね、だからこれが今のレブランの強さですよ、うん、そうですね、あそこで逆上してたら負けてますよ。そうですよね、いやあれは大変ですよね、あんだけの雰囲気の中でね冷静にいられる。いや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 、それはプロですから。はい、フリースローとかもねよく決めてくれたなと思いましたけどね。決めてない選手もいますけどね。いやーすごいプレッシャーだったんだろうなと思いますよね。もうなんかそう言ってくださるチームの選手は幸せですよ。もうすごかった、すごかったな、すごいアウェー感でしたね。まあでも今着実にレブナイズも増えてるじゃないですか。そうですね、いや今シーズンの B3 リーグ非常に、楽しみだなという中で、レブナイズがチャンピオンになれるようにですね、みんなでサポートしていければなと思っておりますので、引き続き鹿児島の渦を作れるレブナイズになれるように尽力していけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。こちらこそですね、鹿児島県民としてぜひよろしくお願いします。では、第4回目は、そろそろ、お時間となりましたので終了させていただければと思います。佐野翔さん、ありがとうございました。いつもありがとうございます。